どうも、鬼です。そしてこれはエビです。これ私がペット兼非常食として飼育してた車エビなんですけども、非常に残念なことにこの子今日お亡くなりになってしまいました。これ実はね、ちょっと前からこの子様子おかしかったんですよ。わかります？この尻尾の部分、尻尾の一部だけなんか赤くなってますよね。赤くなってるってことはこの部分だけなんか死んでたってことなんですよね。それで、ああこの部分赤くなってきてるけど、どうしたのかな、大丈夫なのかなって思ってずっと心配だったんですけども、今日の2時間ぐらい前に一回見た時はまだ生きてたんですよ。まだ普通に生きてたんです。でさっき見たらお亡くなりになってました。それで結構もう自己消化が進んでるみたいでね、エビって死ぬとね、肉が分解されてしまってね、どん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 溶けてくるんですけど、中がほらもう結構ね、ほらわかります、もうすごいめっちゃ柔らかくなってるんですよ。肉が自己消化を起こしてね、もうすごく柔らかくなってます。死にたてほやほやだったらね、針があるんですけど、もうねなんかだるんだるになってしまってますね。またエビちゃんが一匹お亡くなりになってしまいました。寿命かな、こう尻尾のあたりがさ、これ壊死しとったってことでしょ。なんか寿命で体が死に始めてたのかもしれませんね。私車エビはあくまでペット兼非常食ということで飼育しておりますので、死んだら食べるつもりだったんですよ。死んだら食べるのがね、掟なんですね。うちの掟なんです。死んだら食べるというのがうちのエビ水槽の掟なので、この子もねうちのエビ水槽の掟に従って今からね調理して食べようと思います。いつもだったら茹でて食べてしまうんですけども、今回は油でねカラッと揚げてみましょう。素揚げにしてみましょう。エビって死ぬと自己消化を起こしちゃうんで、基本的に冷凍か、もしくは生きたまま流通してるんですよ。池で、つまり生きたまま流通してる場合は、もう調理の直前まで生かしておくんですよ。エビって死ぬと肉が自己消化を起こして、もう急速に味が落ちていくので、なのでね、死んでしまうと値段が下がるんですね。冷凍したらいいんですけども、冷凍だったらね、いいんですけども、常温とか低温とかで放置すると自家消化を起こしちゃって、それで味が落ちてしまうので、死んだ車エビっていうのは値段が半分以下になると言われてます。半値以下でね、死んだやつは取引されると言います。でもね、腐っても車エビなんですよ。腐っても車エビで、死んでしまったやつを調理しても普通に美味しく食べられるので、今からね、この子も食べて供養します。それがうちの掟なんで。これは油ですね。フライパンに油をなみなみ注ぎました。それでは、ファイヤー！油が温まるまでしばらくお待ちください。そろそろいけそうかな。うわちっうわちっうわちっ、あっつあっつ、めっちゃ熱いわこれ。油体感でね1000度ぐらいありますね。体感で1000度ぐらいあります。私はあくまで体感温度で、私は体感で1000度ぐらいあります。もういいだろう、もういいでしょ。よし行くぜエビちゃん。さよなら、さよなら、さよなら。うわぁ、ほら見てください、エビちゃんが赤くなってきましたね。エビとかカニって死ぬと赤くなるんですよ。なんでだと思いますか。エビ、あ、だ、大丈夫か、爆発するんだ。うわぁ、爆発しとる。やばい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 、危ない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 。エビってなんで加熱すると赤くなるかわかりますか。それはね、エビがもともと赤い色素を持ってて、それがね、生の状態ではタンパク質とくっついてるんですよ。アスタキサンチンっていうね色素があるんですけど、それがエビが生の状態だとタンパク質とくっついて他の色に見えるわけ。でもね、熱を加えることによってタンパク質壊れてアスタキサンチンが剥がれちゃうんですよ。そうするとアスタキサンチンの元の色って赤なんで、アスタキサンチンの赤い素の色が出てくるんですよ。ですからこれがエビの本当素の地の色なんですよね。実はエビってね、赤い色素がベースなんですよ。あ、危ない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 。この子、尻尾の一部が赤くなってましたよね。あれもね、死んで時間が経ってくると、そう、死んだ組織の部分のアスタキサンチンからタンパク質が離れて赤色が出てくるんですよ。そういうこと。だから、死んだやつを調理せずにそのまま放置しておいても、いずれは赤くなってきますね。大丈夫かな？おー、もう爆発せんだろ。もう爆発せんだろ。うわ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 、これ絶対うまいよ。絶対うまいよ、もう、車エビ。素揚げで食べたことはないねんな。いつも茹でて食べちゃうんで、今回は素揚げでね、ちょっと
油を切ってから塩を振っていただきましょうか。もう十分火は通ったと思いますので回収します。はい、揚げ上がりました。美味しそうですね。そしていい色合いですね。車エビって加熱すると本当に綺麗な色になるんですよね。じゃあこれにドイツの岩塩アルペンザルツをかけて塩味効かせていただきましょう。今回は素揚げなのでもう殻ごとバリバリいけるはずです。殻ごといただきます。うまいわ。殻が香ばしくてね、殻のサクサク感と、あと今味噌の部分食べてるんですけど、味噌の濃厚な味わいがね、こう絶妙に絡み合ってね、いい感じですね。うまいうまい。あとなんか身が甘いですね。揚げた方がなんか身が甘く感じますけど、気のせいかな。気のせいじゃないよな。なんか揚げた方がね、身の甘さが引き立つような気がします。うんうん、うまい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 よ。うん、やっぱ身が甘いですね。自己消化を起こしてタンパク質が分解されてるってことはね、これアミノ酸がいっぱい出てるってことですよ。いや、その多分アミノ酸の甘みかな、これ知らんけども、甘みがありますね。ちょっとしたタンパク系の甘みがありますね。うまいです。うん、プリプリ。見てくださいよ、この断面プリプリですね。エビちゃん死んでしまったのは悲しいんですけども、非常に美味しいです。めちゃくちゃうまい。エビの身の甘みと殻のサクサクとした食感と、そしてほのかな塩味、これがね口の中で絶妙のハーモニーを奏でまして、もうお口の中が幸せみたいな感じです。今お口の中がね非常に幸せです。うまい、めっちゃうまい。ごちそうさまでした。やっぱ車エビはうめえわ。他のエビももう揚げて食ったろうがな、そんな気になりますよね。いやでも一応ペットなんでね、ペットなんでやっぱペットはね、死ぬまで責任を持って飼わないとダメですよ皆さん。責任を持って死ぬまで飼ってて、死んだ後はねもう煮るなり焼くなり好きにすればいいですから。もう死んじゃったら煮るなり焼くなりすればいいんですよね。死んでしまったら油で揚げて食べてしまってもいいということです。こうやってペットを食べることによって、そのペットの肉体は私の血肉の一部になるんですよね。私の体の一部になるんですよ。まあうんちとして出てくるのかも。いやー違う、私うんちしないんでね。アイドルはうんちしないんですよ。アイドルはうんちしないのね。うんちしない設定でいきましょうかね。なのでね、エビちゃん食べたらもう私の体の一部になるんですよね。今揚げたエビちゃんは私の体の一部になりました。こうやっていろんなペットを取り込んでいって、私はねもっともっと強くなっていきますので、これからも応援よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。